マスター。少々お時間をいただけますか。本日が祝祭の日であることは承知しています。その上で、数分私たちにお時間をいただきたく思います。ご判断を、マスター。ありがとうございます。では、失礼します。睡眠のルーンを刻みました。ごく軽いものです。数分、眠りの中での接触を行います。おやすみなさい、マスター。マスター。マスター?あ、つながった。おーい、マスター!見えてる?失礼しました。お忙しいものと見えたので、時間短縮を考えた次第です。現実で私たちの霊気を三つに分割することは可能ですが、あなた及び召喚システムに負担をかけるもの。ですのでこのように、最小の魔力消費で済むよう、精神的な接触で。難しいことはいいから、ね。時間もないから。渡すもの渡しちゃおうよ。ブリューヒルデお姉様にもお渡ししたいし、ほらほら。マスター、今日はバレンタインデーだよね。はい、思いを伝える日だと聞きました。勇士としての魂なのかどうかはわからないけれど、あなたは少なくとも戦うことで切り開く人です。あなたは、そんなあなたに仕えることを今の私たちは誇りに思う。ですからこれは私たちからあなたへの贈り物。はい、ささやかなものですがお納めください。私たちは人のような好き嫌い、優先度を決めることはない戦乙女ではありますが、でも強いて言えばね、お姉様を愛しているから。お姉様を思って作った砂糖菓子、特別に君にも同じものをあげるね。以上です。同じものをマイルームの机に置いておきました。マスター、時間を割いてくれてありがとう。それでは本日の祝祭、どうか充実した日となりますように。じゃあまたね。Thank you.